準備の方いいですか？準備はいいですか？さあ、先ほどの生なきバンドに続いて、またザ・博多のバンド最後バッチリ決めると思います。この人たちがいたから今まで博多のロックンロールがここまで続いてきたと言ってもいいんじゃないでしょうか。もううちらからすれば本当大先輩の方々ですね。本当かっこいいやつを最後見せてくれると思いますので、皆さんもかっこよく可愛く盛り上がっていきましょう。よろしく。それでは紹介します。博多ボンバーズ、よろしく。Yeah.
このためにちょっとダイエットしましたけど、まだまだ足りないですね。それだけはないよ。あんたどれだけ金使った？一生代。いや、説教じゃない。まだ今日の午前中まで衣装が決まってないと。何ヶ月も前から準備してたのに。そうですね。この帽子のマッチもね、俺たち前からつけりって言うと今日つけた。なんか穴が開きにくい。ちょっとよかった。メモリーですよ。来ます。8時35分です。朝の8時35分。じゃあそれぞれ行くよ。じゃあなんか歌う？じゃあこれは失礼します。あ、じゃあ本邪魔だの曲から行きましょうか。歌えば本邪魔だ。じゃあ、 僕の大好きな横山健ちゃんの歌う曲を続けてお聴きください。
んの家のちょっと派手なおじさんでしたね。ありがとうございました。あ、すいません、ドラムのモニターを下げてください、音量を。